はい、それではですね、2016年度の民法の問題1見ていきましょう。で、まあ、無権代理のね、問題になってくるわけなんですけれども、この問題でね、しっかりと見ておかなければいけないのが、その無権代理人はね、A さんっていうふうな人になってくるわけなんですけれども、この人はですね、その妻であるね、B の土地っていうふうなものをですね、売っ払ってしまったよっていうふうな、まあ、売っ払ったというかね、大仏弁済しちゃったっていうふうな、まあ、そういうね、お話になってくるところですからね。で、その妻だってなことになってくると、そのね、761条の日常家事代理権っていうようなところからですね、そもそも無権代理じゃなくて有権代理なんじゃないかっていうふうな、そういう問題も生じてくることになってきますからね、そこはね、丁寧に分析していかなければいけないところですね。で、まず、ね、設問の括弧1番ですけれども、ね、その高土地がですね、D に譲渡、まあね、大仏弁済されましたよっていうふうなことになってくるわけなんですけれどもね。で、その半年後ですね、そのね、B が、そのね、A がですね、その高土地を D に譲渡したこと、それから D への譲渡から2ヶ月後にですね、高土地が D からその間のね、事情を知らない E に転売されちゃったっていうふうなことで、登記もすでにね、E に移転していることをね、知りましたっていうようなことなんでね、B が E に対して高土地について E 名義のね、登記の抹消を求めることができますかっていうふうなことですけれどもね。で、まずはですね、これ、ね、E 名義の登記の抹消を求めたいっていうふうなことなのですけれども、これはしっかりとね、法的な請求に落とし込んでいかなければいけないところですね。で、今回ね、その所有権ですよね。その E が、B がですね、そのね、まあ、所有権、その所有権に基づいて、ね、いわばその妨害排除請求権としてですね、所有権移転登記、抹消登記請求っていうようなものをね、していくことになるんですよっていうふうなところですね。この所有権に基づくっていうふうな、ね、この法的根拠を示さないと、その後のね、要件検討とかっていうようなものをすることができませんから、しっかりとですね、これは、ね、しっかりと法的根拠を、ね、まあ、しっかりと示さなければいけないぞっていうような、そういうお話ですね。で、これがね、まあ、認められるための要件として、B 所有、それから E 名義の登記っていうふうなものですね。その自分が、ね、所有しているんだよ。で、それから相手方のね、その妨害状態があるんだよっていうようなものがですね、これ妨害排除請求の、ね、基本的な要件になってくるわけなんですけれども、その妨害状態の中身っていうものはですね、自己所有の、ね、土地だったりね、不動産について、そのね、他人名義の登記があるんだ。これがね、妨害状態、使用要件に対する、まあ、妨害状態っていうようなことに、ね、なってくるわけですから、そのね、今回だったら E 名義の登記っていうようなところですね、これ書いてあげるということですね。で、それから B 所有についてはですね、これね、相続して、ね、所有してきたっていうふうなところですからね、これは問題なくね、認められてくるよっていうようなところですね。で、これに対してですね、その E さんからの反論としてはですね、いや、そうは言ってもですね、そのね、あなたの旦那さんである A さんがですね、あなたを代理してね、B さんを代理して、売っ払ったんだから、もうあなたの所有物じゃないでしょうっていうような、そういう反論ですね。この BD 間のね、売買契約、まあ、A をね、代理人とするものですけれども、この BD 間の、ね、売買によって、もうあなたは所有権を失ってますよっていうふうなね、そういう反論が、ね、一つ考えられてくるところです。まあね、この B 所有っていうような要件の中でね、まあ検討してしまってもいいんですけれども、要件事実的にね、分析すると、これは所有権喪失の公弁っていうふうなものになってくるんで、一応ね、まあ反論として書いてますけれどもね、この B 所有っていうような要件の中でね、書いていただいても全然構いません。で、まずね、そのいきなりね、その無権代理とかっていうふうなことを書くんじゃなくって、そのね、日常家事代理権っていうようなものがね、存在している可能性があって、それによってですね、まあ、有権代理だっていうふうな、ね、可能性も出てくるわけなんで、一応ね、その任意代理権がないと、その B からね、その任意代理権の授与は受けていないよっていうようなこと、これはね、まあね、あらかじめ確認しておいた方がいいんですけれども、いきなりね、無権代理だっていうふうなことはね、書かないように気をつけてください。このね、761条、日常の家事っていうふうなものにですね、この大仏弁済が、当たるんであればですね、そのね、まあね、そもそも有権代理だっていうふうなことになってくるぞと。で、それによってですね、その、まあ、BD 間に、この売買契約が効果が帰属することになって、B は、このね、高土地の所有権を失うことになりますよと、そういうふうなお話になってきますからね、まだね、有権代理ですね、としてですね、この、ね、761条っていうふうな、この日常家事代理権認められるんじゃないですかっていうようなところ、これをね、検討したいところですね。
でまずはそもそも、ね、この761条っていうふうなものは、ね、連帯して責任を負うよというふうなことが、ね、書かれているだけであって、別に代理っていうふうな言葉一文字も、ね、出てきていないわけです。ですからね、まずはね、この761条っていうふうなものがね、代理権をね、認めているんですか、どうなんですかっていうようなところ、一言でもいいからね、言及してあげてください。で、このね、その夫婦の間でね、その連帯責任を生じさせる前提として、そのね、日常家事っていうようなものについてはね、まあ、相互の代理権をね、認めているんだよっていうような、そういう解釈をね、していくことになってくるわけなんで、その連帯責任を負わせる前提として、日常家事代理権、これをね、規定したんだよっていうようなことをね、一言書いてください。で、その上でね、この日常の家事っていうふうなものを一体ね、どういうふうにね、判断していくんですかっていうようなところ、せめてね、まあ、その、ね、定義ぐらいは書いてください。このね、個々の夫婦がその共同生活を、ね、営む上で通常必要な法律行為のことを言うんですよと。で、これはね、その基本的にはね、その個々の夫婦のですね、内部的な事情を見ていくんだけれども、ただその取引の安全とかっていうようなものもね、測っていく必要性があるんでね、その客観的な事情っていうようなものもね、重視していきましょうっていうふうな、そういうふうな判断方法になってくるところです。ところが今回ですね、そのね、まあ、300万にわたるですね、この公土地っていうふうな不動産のね、財物弁済なわけです。まあ、そういったね、不動産取引のような、その高額にわたるものっていうふうなものはですね、客観的にね、見てしまえば、そのね、法律行為の性質っていうようなところからね、見てしまうとですね、これはその共同生活をね、営む上でね、通常必要とは言えないだろうっていうふうなことですね。まあ、そもそもね、不動産取引っていうふうなもの、まあね、夢のマイホームとか言ったりするくらいですからね、一生に一度あるかないかくらいの人もね、多いわけなんですよね。そういったものがですね、その共同生活を営む上で、通常必要な法律行為と言えるわけがないでしょうというようなところからですね、その不動産取引だったらですね、この日常の家事にはね、まあね、基本的に当たってこないよというようなことになってくるんで、日常の家事には当たらないぞと。そうするとですね、日常家事代理権もないぞというようなことになってくるんで、この A の代物弁済行為、これはね、無権代理になってくるわけですね。で、無権代理になってくるので、そのね、B さんの追認がない限りは、これね、まあね、まあ、有効にならないわけなんですけれども、ただね、この日常の家事代理権っていうふうなものでね、まあ、代理権を逸脱した行為だっていうようなことになってくるんで、このね、110条の表権代理、こいつをですね、まあね、反論として D さんとしてはね、主張して、あ、E さんとしてはね、主張していくぞと。で、その結果としてね、DD 間に効果が帰属して、ですね、売買の効果が帰属して、やはり B さんは、このね、公土地の所有権を失うことになりますよと、そういうふうな反論が出てくるわけですね。で、まずはですね、そのね、この日常家事代理権っていうようなものはですね、761条が、これね、その当事者の意思に関わらずですね、認めてしまっている法定代理権ですからね、その法定代理権が基本代理権となるんですか、110条の基本代理権になるんですかっていうふうなところですね。これね、一言ね、書いてあげてほしいところではありますけれども、まあね、この110条っていうのはもの、その本人のね、既得性なんかをね、要件としていないんで、その法定代理権もね、これ基本代理権に、まあね、なりうるよっていうようなこと、これね、一言を確認してあげてください。ですからね、この日常の家事の範囲を超えた今回でね、その代物弁済行為っていうようなもの、これはね、その権限外の行為をしたっていうふうな、その110条の要件を満たすことになってくるわけですね。ところがですね、その、ね、何でもかんでもですね、その、日常の家事をね、逸脱した行為について、そのね、代理権があるんだっていうふうにね、信じた相手方、これをね、110条によって、保護してしまうとですね、これ、夫婦の財産的独立っていうふうな、ものをね、害することになってきてしまいますよと、ね、762条のね、夫婦別産制とかっていうふうな、ものですよね、そういう人を害することになっちゃうんで、110条、これね、直接適用しませんよと。ただね、その110条の趣旨を類推してですね、この正当な理由の有無っていうふうなものは、それね、代理権があったと信じたことではなくって、そのね、法律行為が当該夫婦の日常家事の範囲内にあることについて正当な理由が必要だと。代理権の範囲内だっていうのことじゃなくって、日常の家事の範囲内にあることについてですね、と信じたことについて、これ正当な、ね、理由っていう風なものがね、必要になってきますよと、そういう風なことにね、解釈をね、していくことになってくるんだという風なところですね。まあ、この辺はですね、多くの受験生がですね、まあ、言ってみればですね、論証として用意しているようなところになってくるので、まあ、しっかりと保護できなければいけないところですね。
ただまあですね、その日常の価値の範囲内に意味あるかどうかっていうふうなところなんですけれども、今回ね、そのね、事業資金の300万の大仏弁済なんで、そのね、事業資金っていうふうなもののね、大仏弁済っていうふうなものが果たしてね、その日常の価値の範囲内かって言われるとですね、そのね、家庭生活と離れたその事業資金、そいつまで大仏弁済になってくるわけなんで、そもそもね、日常の価値の範囲内にあることについてですね、まあね、正当な理由があると、その善意無価値だっていうふうに言うことはね、これはね、到底できないでしょうっていうふうなところになってくるんで、やはりこれね、110条の押収支を類推した、ね、表現代理っていうふうなものについてもね、これは認められませんよっていうふうなことになってくるところです。しっかりとね、この大仏弁済っていうふうなもの、これがね、不動産をね、目的としてなされたものなんだよっていうふうなところを意識しながらですね、日常の家事に当たらないこと、それからね、その110条の法律についてなものをね、まあ、検討していくとき、いい意味でもですね、その日常の家事の範囲内にいないんだよっていうようなことをですね、しっかりと、ね、説明していく。具体的な事案に即してね、説明していくっていうふうなところをですね、心がけてください。で、それからですね、まあ一応ね、まあ、そんな大々的にね、個人的には書かなくてもいいと思うんですけれども、94条2項によるですね、保護ですね、その D 名義の登記っていうふうな、虚偽の概観がですね、まあね、まあ、半年ぐらいね、続いていてですね、その上でですね、まあね、そのね、D 名義の登記っていうのものをね、信頼したんだっていうふうな、ところがね、E さんとしてはあるんでしょうから、そのね、94条2項によってですね、保護されるんだ。そういうね、反論もあると。というふうに考えることができるところです。で、その D 名義の登記、本来はね、これね、B 所有の土地なわけなのに、D 名義の登記があるっていうのは、そういったね、虚偽の概観がありますよ、というふうなところですよね。これはね、取っかかりとして、94条2項によって保護を受けるんだ、っていうふうな、そういったですね、反論が出てくることになってくるわけですね。ところが、これね、別にね、A が勝手にやったことであって、その BD 間ですね、ここに通報がなくって、その通じてした意思表示っていうようなものがね、ないわけなので、これね、94条2項をね、直接適用できませんよ、っていうようなことになってくるわけですね。まあ、94条2項ね、類推書く人結構ね、多いと思うんですけれども、いきなりね、類推適用の可否とか書くんじゃなくって、そのね、直接適用できないんだよってなところ、これね、必ずね、断っていかなければですね、これ大目玉食らいますからね、その類推について検討するときには、これ必ずですね、直接適用できないんだよっていうふうな、ところですね、その条文の文言を示しながら、ね、しっかりと書いていくっていうなくてね、これしっかりとつけてあげてください。ただですね、一切この D さんがね、保護さ、E さんがね、保護されないとすると、ですね、その、ね、取引の安全が害されてしまうぞっていうようなところからですね、まあ、類推をね、まあ、検討していくことになってくるんですけれども、その類推できるかどうかっていうようなところ、これはね、まあ、皆さんいいと思うんですけれども、そのね、趣旨が妥当するかどうかっていうようなところ、そこからね、考えていってあげるわけなんですよね。で、その94条2項の趣旨ですけれどもね、その虚偽の外観の作出についてですね、その真の権利者にね、既得性がある場合には、それを信じたですね、第三者をね、保護していこうと、そういった取引の安全っていうようなことでね、を保護していくっていうふうな、その権利外観法理にね、94条2項の趣旨がありますよっていうようなことですね。ですからね、通報、その通じてした意思表示っていうものがなくてもですね、その虚偽の外観、それから真の権利者の既得性、それから第三者の信頼、まあ善意ですよね、そういった、ね、要件を満たせばですね、94条2項の趣旨が妥当するだろうと、類推の基礎があるだろうっていうようなところからですね、類推適用をね、まあ肯定していきますよっていうふうな、まあ、そういったお話ですな。ところがですね、今回ね、そのね、B さんがね、自分の意思によってね、その虚偽の外観を作出したり、あるいはですね、そのね、まあね、B、A さんか、A さんが作出したその D 名義の登記っていう風なものをね、承認したっていう風な、そういった事情はないわけですからね、そのね、B さんの意思がそのね、登記に D 名義の登記っていうのは虚偽の外観に現れているわけではありませんので、これはね、既得性を認めることができませんよっていう風なことになってきて、そもそもね、まあね、この真の権利者の既得性というのは要件満たさないんで、これはね、類推適用もできませんというような、そういうお話になってくるところです。で、この既得性の要件っていうふうなものはですね、あくまでもね、そのね、虚偽の外観について真の権利者のね、意思的な関与があるかどうかっていうようなところですね。ですからね、自らそのね、虚偽の外観を作出してみたりだとか、あるいはそのね、他人がね、作出したその虚偽の外観っていうふうなものについてね、自己的に承認したとかね、そういった事情がなければですね、この既得性っていうようなものをね、認めることはできないわけなんですね。ですからね、その既得性の当てはめっていうようなもの、そのね、虚偽の外観について真の権利者の意思が現れているかどうか、
まあ、いわゆる、ね、その意思外形対応型っていうふうに言われているような場面ですよね。そういった場面じゃないとこの指摘性はね、少なくとも判例の考え方に従えば認められないことになってくるのでね、その点を、ね、意識しながらね、この指摘性の当てはめっていうふうなものをね、するように心がけてください。でそれからですね、この94条2項のね、類推適用をね、書いていく中でですね、よく見かける答案がですね、その、ね、真の権利者の規則性が小さい場合にはね、110条のね、まあ、類推適用もしていくんだよ、みたいなことをね、書いていて、正当な理由、その全員無関係がなければいけないよ、みたいなことをね、書いていく答案。これよく見るんですけれども、それで、ね、判例の考え方に従うとですね、少なくともこれ間違いです。まあ、そもそもね、この94条2項の単体での類推適用と、この94条2項と110条の、まあ、頂上的な、ね、類推適用、まあ、あとはね、法院照らすとかあったりしますけれども、それっていうのは全然別のお話です。94条2項単体で類推適用できないんだけれども、例外的にね、110条的な外観もあるから、そのね、その、ね、権限を逸脱したっていうふうな、そういったね、まあね、構造があるっていうふうなところ。かつですね、ちょっとね、真の権利者にもね、その、意思外形対応ではないんだけれども、ちょっとね、規則性もちょっとね、ありましたよっていうふうなところ。このね、合わせ技によってですね、まあね、94条2項と110条の類推適用をね、していける場面があるんですけれどもね、まあ、今回ね、その代理事案なんでね、その110条の類推可能性っていうようなものはね、一応あるっちゃあるんですけれどもね、その代理のね、まあ、権限外の行為っていうふうなところがね、一応あるわけですからね。ただですね、全くね、この、ね、規則性がないというふうに、まあ、全くとは言っちゃいけないかもしれないですけれども、ね、そこまでね、その94条2項のね、趣旨をね、類推できるほどの規則性もありませんのでね。ですからね、この94条2項と110条の類推適用、このね、頂上的な類推適用も本件ではね、ちょっと厳しいかなというふうなところですよね。ですからね、その94条2項による保護っていうものがね、考えられなくって、B の請求ね、これ原則通り認められてきますよっていうような、そういうお話になってくるところです。あくまでもね、この94条2項の単体での類推適用、それから94条2項と110条の類推、これはね、全然別の話になってくるんだ。というようなところね、ちょっとね、この機会にね、押さえておいていただけると嬉しいかなというようなところですね。あくまでもね、この110条の類推適用までね、できる94条2項と110条の合わせ技を使うことができるのは、まずね、その権限逸脱っていうふうなね、代理人によるその権限逸脱行為っていうふうな、まあ、そういったものとね、類似するような、ね、構造がなければいけないぞっていうふうなところが大前提としてですね、ある程度の規則性がないとね、やはり、これは、ね、その頂上的な、ね、合わせ技できないのでね、本件ではちょっと厳しいよっていうようなところですね。合わせて押さえておいてください。でそれから今度、括弧2番ですね。今度、相続が絡んでくるわけなんですけれどもね、ポート地が D に譲渡された半年後にですね、その本人である B さんが、ね、亡くなってしまったということでね、まあね、A と、それからね、その子供の、ね、C さん、これがね、B を相続して、いましたっていうようなことですね。でそこでね、A と C が D に対して、ポート地のね、D 名義の登記をね、抹消するよう求めましたよっていうようなことで、まあ、請求としてはですね、まあ、それぞれ共有持ち文献に基づくですね、ポート地の所有権移転ときましょうと規制できるっていうようなことになってくるんでしょうね。で、ね、この場合の AC と D との間の権利関係どうなるんですかっていうふうなことなんですけれどね、まずね、そのね、まあ、所得規制権認められるんですかどうなんですかっていうようなところからね、まあ、検討していくんですけれどもね、まずね、その共有持ち分権 AC あるんですかっていうようなことですけれどもね、相続してですね、B を相続しているんで、まあ、共有権あるだろうっていうようなことになってきますし、それから D 名義の登記もあるわけですからね、この基本的な要件は認められてくるよっていうようなことに、ね、なってくるところです。でそれからですね、そのね、B 利間でね、その A を代理人とするね、売買になされているんだけれどもね、これはね、設問の過去1番で見たように、これ無権代理ですからね、これね、B さんは所有権ね、喪失しないのがね、原則になってくるわけなんですけれども、ただね、その後にですね、その無権代理人の A さんが、このね、本人 B さんを相続しているんで、これによってですね、まあ、追認があったものと同様に考えてですね、まあ、売買契約の効果がね、生じることになりませんか、っていうようなことですね。これがまあ問題になってくるところです。でまずですね、この無権代理と、ね、相続の場面っていうふうなものですね、その無権代理人が追認拒絶権を、ね、行使できるんですか、どうなんですかっていうふうな場面でね、問題になってくるわけなんですけれども、その前提としてですね、その、ね、本人と無権代理人の地位が相手に併存してるんですよっていうようなことですね、その相手方の、ね、取り消し権っていうようなものを相続の相続によるですね、相続っていうふうな、その偶然の事情によって、ね、まあ、その相手方の取り消し権を奪うべきじゃないよとかっていうふうに言ったりしますけれどもね、そういった理由付けでも何でもいいですからね、その、ね、この地位併存説っていうふうなところ、これはね、必ず言及してあげてください。本当に一言でいいですからね。
で、ただですね、この無権代理人によってですね、まあ、追認拒絶していくっていうようなことはですね、これね、自分がね、無権代理行為をしておきながらですね、その自分のした無権代理の効力を否定するっていうふうな、まあ、そういったものになってきますからね、それ、矛盾挙動になってくるわけですよね。ですからね、その、ね、無権代理人によるですね、まあ、追認拒絶っていうふうなものはですね、これ、審議則違反になってくるわけですね。ですからね、その追認拒絶権を行使できない結果としてですね、追認が強制されたのと同様の効力を生じてくることになってきます。基本的にね、そのね、本人の地を無権代理人が相続した場合ね。そうするとですね、この売買契約ね、有効になってくるんじゃないですかっていうような形でね、この設問の括弧2番で求められている、その考えられる他の意見っていうふうなものとしてね、まあ、書いてあげればね、まあ、楽かなというようなところですよね。ただですね、そいつを批判しましょうっていうふうなところでね、そのね、共同相続なわけですね、今回の事案はね。で、この共同相続の場合にはですね、この追認権っていうふうなものはね、これ性質上、共同相続人全員にね、不可分的に帰属するんだ、っていうふうにね、まあ、判例なんかはね、説明しているところですよね。そもそもね、一つのね、その売買契約っていうふうなものをね、認めるのか認めないのかっていうふうなものですよね。これね、その相続人ごとにですね、追認するとかね、追認しないとかっていうふうな、そういったね、そのね、まあ、過分の性質ではなくてですね、あくまでも一つのね、まあ、契約っていうふうなものをね、効力生じさせるか、それともね、全体として効力生じさせないかっていうふうな、それね、1か0かをね、決めるような問題になってくるんで、これはですね、過分の問題になってくるわけではありませんからね、これは性質上、ね、共同相続人全員にね、追認権ね、不可分的に帰属するんだよと、こういうふうなことになってくるわけですね。ですから、これ全員のね、追認がない限りは、これね、無権代理人の相続分のね、限度でもね、これは有効とはなりませんよと。で、本件ではですね、その C さんっていうふうな人もですね、まあね、利名義の登記をね、抹消するよう求めているんで、これね、追認がないだろうっていうふうなところからですね、そうするとですね、このね、売買契約、BD 間の売買契約の効果っていうようなもの、これはね、効力を生じないっていうようなことに、ね、なってきて、そうするとですね、やっぱりね、所有権喪失しないよっていうふうなことになってきますから、そうするとね、まあ、このね、A と C の請求というふうなものはですね、これ認められることになってきますよっていうふうな、そういうことになってくるところですね。まあそのね、この問題で指定されているその考えられる他の意見を批判しつつね、っていうようなところですね。これまあちょっとね、ややこしいなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、まあね、そのね、本人の地位を無権代理人が相続したっていうような場面、そこをね、念頭において、その他の意見としてですね、書いていただければね、まあいいのかなっていうふうな、とりあえずはね、思うところですよね。で、それからですね、まあね、まあ、加点の要素かな、っていうようなところなんですけれどもね、今回の問題、AC と D との間の権利関係どうなるか、っていうふうな問題なのでね、そのね、まあ、衝突奇跡が認められるかどうか、っていうふうな問題じゃなくて、AC と D との間の権利関係。っていうふうなわけですからね。今度ね、逆にね、その AC の請求認められるとして、今度 D からの請求っていうふうなものですね。こいつもね、検討してあげてほしいな、っていうようなところなんですよね。でね、この D からの請求、一体どういうふうなものになってくるんですかっていうことなんですけれどもね、この、ね、A さんが、ね、代理して、したですね、この大仏弁済ですけれどもね、その A さんが D さんに対して、追っていたこの事業資金300万のね、大仏弁済あるわけじゃない、そのね、貸金債権が、あったわけですよね。それで大仏弁済したんだけれども、そもそもね、この大仏弁済の効果がね、本人に効果帰属しないよと、そういう問題だったわけですね。そうすると、このね、大仏弁済によるそのね、債務消滅の効果。これはね、生じてこないよっていうふうなことになってくるわけですね。で、そうするとですね、このね、そもそもね、この事業資金300万の、このね、貸金債権っていうふうなもの。これはですね、そもそもね、消滅していないよっていうふうなことになってくるんで、そうするとですね、金銭消費対策契約に基づくね、300万の貸金返還請求。これがね、することできますよっていうような、そういうお話になってくるところなんでね、このね、大仏弁済によってこの貸金債務が消滅していないんだよっていうようなところ、これね、的確に指摘することができるとですね、やっぱり評価はね、高くなってくるでしょうね。それからね、この A さんって人無権代理人になってきますからね、この117条1項に基づいてこの損害賠償請求っていうようなものですね、無権代理人の責任っていうようなものもですね、これね、まあね、追及していくことができますよっていうふうなところです。まあ、この辺をですね、書いていただければですね、まあ、加点要素にはなってくるかなっていうふうなところですね。で、まあ、この問題ね、全体として、ですね、そこまで難易度が高いものでは、ありません。そのね、日常の家事だったりですね、そのね、日常の家事代理権の場合のね、この110条の使い方。
であったりだとかね、それからね、その無権在位と相続っていうような、そういった、ね、民法相続の、基本的な問題に、なってくるところでね、これはね、多くの受験生がね、しっかりと準備をしているところでしょうからね、そのね、論点落としっていうふうなところでね、結構ね、他の受験生にね、書き負けてしまうっていうような、そういった可能性が出てくる問題になっていきますからね、そういったことにならないようにですね、日頃からですね、しっかりとですね、論書暗記するとかっていうふうなことをね、心がけてですね、その論点落としとかっていうふうなものをね、なくすようにしていただきたいなっていうふうな、そういう問題でした。